3月15日の、えー、夜中ですね、えー。16日になるちょっと手前の夜ですね、えー。車中泊が16日目ぐらいになりました。えー、っとですね。えー、なか今日はですね、あの、弁護士さん。えー、っとね、ですね、今、自分が今度はもう、もう裏切られてですね、冤罪をなすりつけてきた彼女に対しての、 えー、虐待という容疑でですね、110番されてですね、私100%何もしてないので、冤罪で今度、戦う、えー、その彼女が立てた弁護士事務所ですね、その赤坂にある上野光則事務所、弁護士事務所について話し,したいと思います。えっ、ー、とですねあ、ごめんなさいね、10日前ぐらいの、ちょっと、そんぐらいかな、近く、10日、11日前ぐらいの、金曜日ですね、ぐらいの。 に、えー、自分がですね、110番を彼女にされて、2回目の110番だからと言って、えー、赤ん坊と今、会えなくて、えー、20日以上経ってるんですけど、えー、と赤ん坊とか娘ですね、1歳8ヶ月の娘と、えー、児童虐待の110番が2回目だからというようなことで、えー、刑事の、え高、ー、尾という人間から、 教養やねこれ命令をずっと言われてね警察のなんかの実家に戻りなさいという強要されて戻りませんって言ってね自分の意思をはっきり伝えたのにもかかわらず自分が、えー、彼女のお母さんと話しているときに、えー、警察と彼女と自分の娘が一切いなくなってそれから連絡がつかなくなって保護施設に行ってるかどこ行ってるのかも言わずに警察も一切連絡をしてこないそれで ずっと困ってたらですね、彼女が弁護士を立ててきたんですね。えー、職場も嘘をついて、借金も嘘ついて、えー、水商売しとったことね、嘘ついて、私に週労育児をさせてとは言い方あれやけどね、私は仕事を辞めて、私が専門、なんて言うんですか、専業主婦か、専業主婦になって、週6、夕方から夜中まで、えー、まあ、ずっとね、1年以上、1年半以上、 ずーっと、えー、っとですね、会社にも嘘ついて、副業もしてないでね、したらいけない会社の勤めとのそこまで嘘をついて、嘘嘘嘘だらけで、えー、自分の彼女の話ね、浮気の。 不抵抗意を、だから俺は会いたかったか俺も会いたかったよっていう LINE の知らない携帯電話を家で見つけたということだけで逃げて帰ってきたら鍵閉じ込められて23時間外に締め出されてそれで110番されてそれをね、えー、弁護士の話しなかったんだけどまあその流れということねそので警察が彼女の言い分を100%信じて34時間取り調べで言ったけれどもあの警察は彼女の言い分を信じて えー、暴行までして、えー、コロナで亡くなったりまでして2人ですね身内が。ね、であとで謝って反省するとかもう私の母親にお金もお金も払うとか賠償するとか自首をするとか条件付きで私はすぐもう慰謝料慰謝料とか弁護士かごめんなさいね弁護士でもう離婚弁護士とかなんとか弁護士とかねいろいろ電話して彼女と別れようと思ったのが去年の7月ぐらいかな。 もう嘘,嘘,嘘だらけで、ね、110番一番許せなかったのがね赤ちゃんの虐待ということを110番という冤罪をなすりつけて本当は浮気がバレて逃げてそれで怖かったんか知らないんですけどねとていうことでね、えー、結局こういう風になったとですよねそれで、えー、そんな彼女が弁護士を立ててきたんですよね。 10日か11日前ぐらいの金曜日ですかね、ねえー、弁護士から電話かかってきて、これから一切、えー、彼女と連絡するなら私を通せということで、えー、上野三則事務所というのが福岡県の赤坂市の福岡市の赤坂辺りにある上野三則事務所というね、っていう、ね、ところのちょっと対応について私、話そうと思いますね。 それで、えー、私のね話を聞きたいというかまあ私が、まあ、こういうことでこうなってるからちょっと赤っ恥かけますよってちょっと自信満々でやってないし彼女の言い分は何言ったか分かんないけどねあのー、戦争のプロパガンダみたいにねそちら側をね言うたメディアを信じるのみたいに言ったことを信じる私の一応言い分も言いますねみたいな感じで話は聞いてくれたんですけれどもじゃあどうしましょうかと私今困ってますと鍵をね もらいたいた彼女からねもらいたいとかねあの何て言うともうね歯の矯正もしとってねもうこれ多分またね何万円か,かかって何ヶ月間アメリカに頼んでインビザラインっていうところしてやったねそういったこととかの保証もできるとって警察あしてくれるとと警察とか弁護士が一切連絡なかったってこと話話したいんですけどね。 まあまあ、話は聞いてくれたけれども、じゃあこれからどうしましょうかと困ってるので、鍵くださいとか立ち合いでも何でもいいからすぐ権利あるでしょと、あのー、私がね、まあそこまで全部やんねえいいかもしれんけどで、そういったことで、まあ、日高という女性の弁護士と話をして、まあ30分や1時間ぐらい話聞いてくれましたよ、最初はね。で、これからどうしますかって言ったら、毎回ね、毎回毎回のことなんですけどね、もう営業時間外とか業務時間外なのでまたね、 あの連絡するのか分かんないけども今日は切るとでしかも次切るいつ電話するかも何の、ね、約束もせずにねいや困っとっちゃうけど 1, 1日1分でも部屋に入りたいとあ家に帰りたいというか、まあ、全部自分の大事なものを取りたいということで言うても私一人じゃあ彼女の言い方ね私一人で担当じゃなくて事務所全体でね、えー、っと彼女の弁護士ねそのあの受け持ったんですか依頼されたので私一人の判断では何とも言えんけんまた今日は切りますというようなことを。で これからどうするかと、どうしたいと私の要望聞かずにね、話は聞いてくれただけでもう、なんていうの、終わり、あのー、連絡がかかってこないから、それでもう頭来て1週間以上待たされてね、何回か電話して、えっ、ー、とね、そうそうそう、それでもう、 母親とかでも言うたりしたらもうそこまで我慢せんでいいやろうといろいろ人にね弁護士さんとか相談したらいやもうすぐかけもらう権利があるというかねあもうすぐ弁護士に電話してから早くもらってくださいっていうね私が相談してる方みんなに言ってるからねそれで言っても全然電話も出ないまた あの夜しかかかってこない折り返しがでそれで「鍵どうしますか?」って言ったらまた同じようなこと言われてねいやもう業務やし裁判やってたら私も忙しいみたいな向こうの勝手なそういうことばかりでえっ、ー、とねもう本当に困ってらっしゃるんですねという感じでなんか恐縮ですけどねすいませんなるべく急ぎますぐらい言ってくれたらま,だ、ね、また明日たでもいいかでなるかもしれんけどね私も裁判で忙しいんですみたいな感じかな。 まあ、ちょっと残ってるやろうけど、まあ、そういうことも言われて、結局、ね、もう1週間ぐらい経っても、全く折り返しも連絡、警察としてないので、私はね、母親が我慢できん、お自分より母親の方が我慢できんんで、行こうと思って、いつも夕方、ね、夜遅く、うん、業務時間、6時、7時ぐらいにかかってくるんやったら、その辺にも近くにいようと、5分、10分も時間があればね、もう直接会ってね、対面してから、もしもね、そう、大体流れで言うたら、立ち会いのもと、もう、 言うんですか初めてやけどこういうことを立ち会いのもとにねこう例えば離婚なんか競技の中とかもう荷物取りましょうとか言って弁護士立ち会いでするんですよねだからそういった時のためにも話し合いのためにもちょっとお互い顔見たり5分10分までやったら電話でいつも途中で切られるからあのちょっともう来ましたということでねもう事務所に行こうとそして待機をして着いた瞬間ぐらいにかかってきたんですよね。だから えーと「今日お時間ありますか?」って言ったら「5分10分はあります」と言ったので「ああもう目の前にいるんですけど駐車場に」「じゃあもうあの伺って話あのいつもこれから話できないのでもういるのでちょっと直接伺って話しませんか?」って言ったら「いや来ないでください」と「無理です」っていうのがこの間の動画かなえっ、ー、とね撮ってるんですけどね、えー、それでそういうふうに言われたってやつですねでまあ「えなんでですか?」って言ったら「 いや、そんなにあ来ても話はできません。何ですかいや、さっき5分10分話してたから電話ではできるんですかと今目の前で言うんですけど、みたいに言って、母親がもう歩き出して事務所に入ろうとしたので、その言い方とその要望がもう本当不誠実じなねっつって、こっちはこんな困っとって冤罪でこういう風になって、しかも全く連絡がもかかってこないと警察と一緒でね。無実だから自分がね。なのにこんなに自由を奪われて、その鍵をね、持ったりしたりすることの要望だけでね、 例えば月な、その日にか言ったかな、なんか何曜日の何時とか、そういったことを指定だけして、私たちも裁判で忙しいみたいなものすごくね、ああ、こっちが困ったことを何にもしないんだ、ああ、何ともないということで、もう本当に、もう怒りマックスな感じで、母親がもう歩き出して事務所に入ったから、私も後ろで電話しながらね、その日高弁護士っていう人と話しながら、後ろにから、一を途中でね、彼女から電話切られたんですよ。切られた。 向こうが1本手に切られた。だから私も入りました母親の追いかけてそしたらばえっ、ー、とね受付の人がね名前すら教えないの私旗の音いますって言ったら受付の人何とかって言わない,い言う必要ないでしょみたいな対応もされてたからもう腹も立っとったけどえーってみたいな感じでね自分はねえー、と話はね過去の話は聞いてくれて、これからどうしたい今困ってますって話でどうし っていう話をね全然ね、えー、1週間以上前に進まなかったからねその交渉というとそういうのがもう直接行ってね本当に困ってますってうの見せたいとかもこの気持ちをね伝えに来たんやけど名前も、えー、と教えない帰れとか強要するなまで言われてね あのね、その上野三則事務所の上野っていう人が途中で来てからね何事は変えてくださいもうなんかなんとかなんでとか言われてねいやいや本当に困った時に来たんやけどってことね普通にね接して普通の対応してくれたら私も普通に対応してね一回ぐらい帰ったこともあるしね若いお姉さんのメガネの方か親切な時は親切に一回帰って二回目かな行ったんですよで,でその時に母親と一緒に行った時の話ですねでそれが えー、いやいや、うちの弁護士は電話を切ってないってまたね。自分から切ってないけどね。あなたから切ったって聞きましたみたいなこと言ってますよみたいに言ってね。で、結局ね、この間弁護士さんと会ったの。そしたらね、え私が切りましたって認めたけどね。めちゃめちゃ嘘つくね。もうみんなね。その弁護士、日高弁護士もね。自分が切ったことを認めたね、この間ね。違う弁護士と二人で会った時にねで。でもその時にね、私が、 来ないいでくださいって言われたけど「いや目の前にいるんで」って言って母親が言ったから追いかけた時ね電話を切られたから自分も「あなんだ」と思って言ったけど私は電話切ってませんっていうことを事務所に言ったのか日高弁護士は「電話を切ってない」って言ってますみたいなねいやその何日か後に認めたねもう嘘つく人ばっかりやねって感じでまあいいけど嘘ぐらいのついてあれやったら怖かったのかなんか知らないけどね。 いや、も,うものすごく困っとってね、もう全然対応してくれなくて、1週間以上ほったらかしでね、そうこっちは不誠実どころか、あのそれは頭にきますよ。連絡しますって、もしないからね、それも1週間も以上続けばね、それで行きました。そしたらね、なんかね、もう書いてくださいって言ったらね、おっちゃん弁護のメガネの人が来てですね、この人ちょっとあの上野光則弁護士の人の責任者って言ってたから、わかんないけど、 私あはたなんかは途中で話入ってきたおっちゃんが来たからね「いやどちらさんですか?」って私「はたの」って言うけどって言ったら「そこに帰っとろうが上の誰みたいな「上の何とって書いとやろうがなんとか「金なさいどうぞこうの」って言うから私ね困っとってね相手方の彼女のあれやかんかもしれんけどね一応ほんと困っとって電話切られてね目の前におるからって普通に話とかなんかねしてからし。 したいけれども、一方的にね、えー、全く無視され続けたので、一週間以上経ったからね。わかりますかね財布もね、何もないとよ。何にもないとよ。自分のしゅあものがね。それですでに二週間経って何にもできないからね。いい加減にして、家族で行ったよ。家族がよ,より怒ってね。 言ったにもかかわらずそういったね上野光則弁護士っていうのが私の彼女のねこの冤罪をなすりつけた彼女の、えー、依頼を受けた弁護士事務所上野光則赤坂のねその,その本人の責任者というかねで話して名前も名乗らんかったけどねその人が来てねとにかくまた帰れ帰れみたいになったからねいやいやちょっとど,いどう普通に最初しゃべりよったけんさ。 やどういったことですかと話聞いてね、ちょっと伺ってね、ちょっとよくわからんかったら普通、ちょっとうち、ちょっと無理です、書いてください、お聞き取りくださいとかいうね、常識的なことを喋ってくれればまだわかるけれども、常識的な対応されなさすぎて、こっちがものすごくね、もう、なんて言うと、言葉はね、もう丁寧な言葉じゃなくていいよ、もうそうでもう怒り、浸透やったからね、もう、それで、 行くしかなかかなったからね、早く早くってもう困るんですってことでね <laughs> そしたらね、いや別件があるし私たちの裁判があるんですどうなんつとか言いながらまた分かりませんみたいなこと言われて、ね、ふざけんなっていうことでねなぜかって言ったら私無実やけんねと彼女の言い分を信じただけでも、これからのことなんでしょうけどねもうお金をすら引き出せないからねそういったえー、っとね まあ虚偽離婚みたいな時はね弁護士さん同士で話し合うために私が弁護士費用をね払ったりすることのお金を引き出すことすらできない状況だからね弁護士さん同士のね話し合いすらもできない依頼することもできないから直接行きましたっていうことないけどそういった理由もわからなくて勝手に来られても困るっていう対応なのかわからんけど名前も自分伝えても語らないとかねそんな受付の人とかもありえないでしょもう常識外でねそれでなんかもうありましたよ あー近くで救急車やねもうすぐ雨を通るんだまあねそういったことでね赤坂の彼女がねえーとえっ、ー、とねそういったキャバクラで働きよったとか全て嘘ついたなんていうとで私に週6育児をしてその間不貞行為かな浮気をしてたと思われる携帯電話を見つけて問いただした時にね 赤ちゃんの虐待という110番までされて逃げて、でも罪をね、無実の自分をなすりつけたりしてね、で警察に暴行されて、警察が信じて、実家に戻して、実家に戻した彼女のお父さんが亡くなって、私の祖母も亡くなって、私も実家に戻って、えー、ということですかね、そういったね、ことがあって、まあ、警察と彼女と、しかも彼女の依頼を受けた弁護士が、ものすごい対応だったっていうことのね。 ま、今日はその弁護士事務所のね上野光則事務所の、えー、日高という人が電話してこないで受付の人にねその日高さんと喋る時に「あのこの人に私今日会いました話しました」っていうことで「ちょっとすいません波多のですけど受付の,かのお名前は?」って言ったら「いや言う必要ないでしょ」みたいな眼鏡の女の人がめちゃくちゃやね本当対応がねもう。ということでそれはちょっともうこれからね

依頼を受けた方の敵やのでもうそういったイメージがあって悪いイメージをね受け取るのかわかんないけどね知らない自分も名前も名乗らん人がちょっとすいませんって言ったらそういうのに帰れと警察と一緒やねほんと帰ってくださいと普通の普通の常識的なステップがなくようんうんうんいや普通に喋ってる今みたいな思い出したら怒りが込み上げる最初はもっと普通な対応しますよ私ももちろん常識的な40過ぎ統計 まあ、そういったことでね、そういった積み重ね、名前も教えないとかね、全く連絡も無視するっていうことのね、言葉、顔は出とったかもしれない言葉は丁寧に丁寧に話しよったけどね、ゆっくりと。だけど、案の定、そんな感じで、えー、上野光則、法律事務所。ね、何ですか、これ、供養、ですか。帰ってください。帰りなさい。帰りなさい。とか言って、警察呼びますよ。とか言って、いや、警察呼んでくれたかね。 なんていうとまた警察もね、ちゃんと中立の立場でね、あの聞くとかね、また自分に逆にどっかに強要しないっていうことのね、なんていうと、ちゃんとそれを調べたいこともあってね、警察法の、なんていうと、犯罪の抑止ぐらいのことしかね、仕事以外の職権、乱用なことをしないかを見るために、いや、警察、まあ、呼んでくださいぐらい、今言うたけどね、その警察が呼んで、警察が、 私にね何の責任も取らず命令をできる権利だけでね、いや、できないやろ、警察法で、動かしてね、もう、何にも何にも帰れとか、帰ってかいいよ、帰ってかいいよってね、言ってね、帰ったら私がね、ものすごく大変なことになるっていうことだから、帰りたくないとかいう意味じゃないけどね、いやいや、こことこうって感じて困ってるからこうやけん。って言うても、いや、帰りなさい、あなたは帰れなければならないみたいなことを言うて、帰らせるってことまで警察のあれはないでしょう、権利は。 責任取らなないの帰るるっってて私がなるけんじゃあどうのってね。だからそんな強要するような権利はないという警察のことと弁ねそのもう含め言いたかったしまあちょっともうちょっとりろ先生となんかいろいろねごちゃごちゃになってるように聞こえるのかもしれないけどまあそういうことがあったってことでまあ取りましたけどねうんすべて弁護士もいろいろ最初嘘ついたりねもう大変本当に。 自分が電話を切ったのにね、私の方が切ったことになっとったりね、後で認めたけ警察も大変、あの、皆さんあれはね、本当戦います。ひとまず、うん、そういうことがありました。えー、赤坂の上の法律事務所の、えー、なんていうと、不誠実というか、もう、常識外の、なんていうかな、もうそうった、もう、ことがあったってことはね、 ちょっと残そうと思いました。以上です。